二度と変えらぬ青春の日々を健やかに、そして有意義に過ごしてください。それでは次に新入生代表の言葉。我々は立派な社会人になるためにこの道武蘭高校で多くを学び、清く生まれてくれ。このつぶらんはてめえの拳一つでのし上がっていける最高の舞台だ。だがスズラン史上いまだかつててっぺんを取った者はいねえ。誰が取るか分かるか、誰が取るか分かるか。俺が一年のうちにてっぺんを取る。以上方が足りてんじゃねえぞスルメ。誰がスルメじゃこら。おめえだ。喧嘩はやめてください。喧嘩はやめてください。おめでたい日ですから喧嘩はやめなさい。お父さんお母さんが悲しみますよ。入学式ですよ。セリザタマオ。そうそう。なんか俺たちとんでもない高校に来ちまった。頭取るとか騒いでたんじゃねえのかよスルメ。これで1年は俺たちのもんだ。おお、すげえなお前ら。中学の先輩として鼻が高えよ。なんなら面倒見てやろうか。伊崎さん、いつまでも先輩風吹かせんでください。俺らはいつでもあんたの首取る覚悟はできてますから。おいヒロミ、誰が相手か分かって言ってんのか。俺もヒロミと一緒だ。スズランに来れば上も下もねえ。いつでも相手してやるよ。お前まず髪切れ。あれだけの人でも3年しきれねえのかよ。それだけスズランの層が厚いってことだ。いよいよだな。芹沢軍団が100、 GPS が70ってとこか。数もそうだが戦力が違いすぎる。 GPS に勝ち目はねえ。どうかな。狙うは芹沢の首だ。なんで武装のバンドを引いてと。奴の性格上単なる気まぐれだろうな。すげえ、たったあれだけの数で一気に互角になったぞ。明日の放課後屋上へ来い。それって GPS に入れってことですか。俺らが素直に言うこと聞くとでも思ってるんですか。思ってねえよ。だから髪切ってやってんじゃねえか。お前やるか。おい
ふざけんなよ。伊崎さん、確かに芹沢を倒したタキヤの強さは認めるけど、奴についてく義理はねえよ。そっか。だったら次会うときは容赦しねえぞ。俺はあんたの話をしてんだよ。おい、あんたこのままタキヤの下でいいっすか。宝泉と俺らがごちゃ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 かゆくねえな。やります、やらせてくださいぐらい言えねえのかお前。腕上げんぞ。 GPS の下につくってのが気に入らねえな。1年は俺らについてくりゃいいんだよ。あんたら芹沢についてたんじゃなかったのか。僕からありねえっすね。喧嘩売ってんのかよ。伊崎、どうした？宝泉か？ちげえよ、猫に引っかかれた。ん？あ？あ？くせえ。おい、いよいよ宝泉ってやんぞ。話は聞いた。後戻りはできねえ。どうでも滝はやる気だぜ。得意じゃないんで、うまく伝わるか分かんねえけど、俺は自分をずっと強い男だと思ってた。大嫌いな親父超えたくて、自分がどこまでいけるのか試したくて、このスズランに来た。おい、チーター、どういうことだよ。うるせえ、黙って聞いてろ。でもまあこのざまだ。その親父も今は撃たれて病院のベッドで寝てる。俺はそんなクズみたいな親父から教えられた気がする。人は立ち止まれない。自分の信じた道を進むしかないんだ。人に頭下げたことねえから、伝んのか分かんねえけど、明日宝泉を潰しに行く。みんなの力がいる。力を貸してほしい。無理してこいとは言わねえ。ただ力を貸してほしい。以上。よっしゃお前ら、決めろ。明日来いよ。腕上げようぜ。これやったな、これやったな、これ。おいおい、おい、マクセ、これお前誰なっとんじゃ。これお前ゴリラ軍団半分以下じゃねえのか。俺すまねえ、俺が宝泉やられたからだ。
お前これ40ちょっとだぞこれ。なんだよこれ。結局誰も滝谷源氏にはつかねえってことか。力ねえな。行こうぜ。芹沢が求めでもう少し集まったろうに。なんだとこれ。伊崎さん、出席は取ったぜ。顔出しただけでも十分でしょう。悪いが無駄死にはごめんだ。おい、おい、おい、くれ、おい、止まれ、おい、おい、おい、止まれ、止まれ、聞こえてるな。向こうの数は100はくだらねえ。このままじゃ、半数にも満たねえぞ。負けんなよ。今日で最後か。ああ、卒業祝いには持ってこいだ。花を持たせるつもりはねえぞ。なもん、いらねえよ。これだからスズランは面白い。